部員の皆さんようこそ、体で喜べ、部長の丸尾です。さあ、今回は知りたくなかった食品の裏側シリーズということで、パンについてのお話をしたいと思います。パンって美味しいですよね。朝食はパンという部員の方もいらっしゃると思います。お子さんがいる方だと、学校給食でもパンって出てますよね。そんなあなたにぜひ知ってほしい話があります。市販のパンの7割以上からあるものが検出されているんです。今回タイトルに絶望的とつけましたが、これまでの食品の裏側シリーズの中でもちょっとレベルが違います。いや、そんな話は知りたくない。私はこれからも何も知らずにパンを食べ続けたいと思う方は、これから先は見ない方がいいです。しかし、きちんと真実を知った上で何を食べるかを決めたいというあなたのために、今回の動画も一生懸命作りました。勇気のある方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。今回の動画も見終わる頃には、あなたはこう漏らしているかもしれません。知りたくなかった。では、本編スタートです。2019年、ノーミーレン食品分析センターというところが衝撃的なレポートを発表しました。コンビニやパンで売られているパンの商品15商品を分析したところ、11商品からグリホサートという農薬が検出されたんです。これだけ聞くと、ああまあオーガニックじゃないパンから農薬が見つかったっていう話でしょと思うかもしれませんが、このグリホサートという農薬、ただものじゃないんです。以前にアップした動画で、コンビニのお茶からネオニコチノイド系農薬が見つかったということをお伝えしましたが、今回のグリホサートはさらにヤバい農薬です。例えるならば、もしネオニコチノイドがハイエナだとしたら、グリホサートは断食をさせたライオンぐらいヤバいやつです。では具体的にこのグリホサートがどうヤバいのかをお話ししていきたいと思うんですけど、まずグリホサートは2015年に WHO 世界保健機関から発がん性物質に指定されています。もう完全に指名手配犯ですね。実際にアメリカではこの農薬を使っていた小学校の用務員の男性が癌になったとして農薬を作っている会社を訴え、3億ドル、日本円にして約320億円の賠償金を命ずる判決が下されています。また2020年には日本の千葉大学がグリホサートは子供の自閉症のリスクを高めるのではないかという報告をしているんです。この研究では妊娠中のマウスにグリホサートが入った水を与えたところ、生まれた子マウスで自閉症が増えていたという報告がされているんです。原因はいくつか考察されてるんですけど、グリホサートを飲んだ母親から生まれた子マウスの腸内環境が乱れており、これも一つの原因ではないかと考えられています。やっぱり農薬って腸内環境おかしくしちゃうんですよね。自閉症の子供はすごく増えていて、もちろんこの農薬だけが原因ではないかもしれませんが、衝撃的な結果です。さあ、ここまで話を聞いた部員の中にはこう思った方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんなにヤバい農薬ならさすがに残留基準しっかりしてるでしょ。ここからがさらに絶望的な話になるんです。確かにグリホサートには残留基準が設定されています。しかしこの残留基準、対象となる作物によって量が異なっており、小麦は 30ppm なのですが、玄米は 0.01ppm なんですね。つまり小麦は玄米の約3000倍も甘く設定されてるんです。しかもこの基準、不可解なことに2016年までは 5ppm だったのですが、2017年に改正されて 30ppm と一気に緩和されています。これは海外の流れとは完全に逆行していて、例えば食の安全のユートピア、ヨーロッパの EU ではどんどん厳しくなり、欧州議会は2022年までに農業用グリホサートの使用禁止を求める決議を採択しています。実際にフランスのマクロン大統領も2022年までにグリホサートの使用禁止を指示しています。そんな中、なぜ日本は規制をするどころか緩和までしてしまってるんでしょうか。実はこのグリホサート農薬を大量に使っている国があります。それがアメリカです。しかもアメリカでは小麦の収穫直前にこのグリホサートを撒くということをしているんです。なぜそんなことをするかっていうと、このグリホサートはめちゃんこ強力なので、撒くと全ての作物が枯れます。そうすることで作物の収穫が楽になるんですね。しかし当然、収穫直前に農薬を撒くということは、それだけ作物に残る農薬も増えるということです。その農薬がたっぷり残った小麦を買うお得意様の国はどこでしょうか。そう、ここ日本なんです。日本の小麦の自給率はわずか 14%、 そのほとんどを輸入に頼っています。その一大輸入先がアメリカなんですね。つまりこういうことです。いやー、収穫直前に農薬撒くとめっちゃ収穫楽やわ。でもそんなことしたら作物に残留する農薬増えちゃいません？あー、確かにな。じゃあさ、ユンとこも残留基準緩くしたらどない？なるほど、残留基準
そうですね、じゃああんまりバレないようにちょこちょこっと緩くしときますね。グッ、これからも頼みますぜ。うちの小麦バンバン買ってくださいよ。 Thank you very much。 以前あげた動画、日本人がなぜパンを食べるようになったのかでもお伝えしましたが、我々は70年以上経った今でも敗戦国という呪縛を背負わされ続けているのでしょうか。もうやめてという声が聞こえてきそうですが、さらに残酷な真実をお伝えしなければなりません。農民連分析センターは小学校の給食に使われているパンにも分析をかけているんですけど、14製品中なんと12製品でグリホサートが検出されているんです。スーパーやコンビニで売られているパンだけでなく、子供たちが毎日学校で食べている給食のパンにもグリホサートが入っていたんです。食品を選ぶ余地のない純粋無垢な子供にまで魔の手が及んでいることに強く憤りを感じます。最後に唯一希望のある話をして終わります。市販のパンの15商品中11商品からグリホサートが検出されたとお伝えしましたが、逆に言うと15商品中4商品は検出されなかったということですよね。この検出されなかったパンはどういうパンだったのか、ズバリ国産小麦とオーガニックのパンです。国産の小麦あるいは海外の小麦でもオーガニックの小麦を使ったパンからはグリホサートは検出されなかったんです。つまりグリホサートのリスクから逃れる方法は超簡単、国産小麦かオーガニックのパンを買ってください。どうやって国産小麦を見分ければいいかっていうと、国産と書いていなければ輸入です。国産は量が少ないので、もし国産小麦を使っていたとしたらパッケージにきちんと表示してアピールされています。今度スーパーやコンビニでパンを買うときはぜひラベルをチェックしてみてください。ということで今回は食品の裏側、パンのお話をいたしました。いやー、これ衝撃的な内容なんですけど、あんまり知られてないんですよね。私としても多くの方に知ってほしい内容なので、たくさんの方にこの動画を目に留めてもらうためにもぜひ高評価とコメントをお願いいたします。少しずつでもこういった情報が広がって日本の食べ物もより安心なものに変わっていけばいいなと思います。そしてまだチャンネル登録していない方はぜひ登録ボタンを押してカルダルコムの部員になって一緒に食べ物のことについて学んでいきましょう。それではまた次回、さようなら、ごきげんよう。